はいどうもこんにちは自転車トーマスです。今回はですね、えー、と先日買ってきた恐竜のフィギュアを紹介していきたいと思います。えー、まあ結構小さいんですけど、まあ、作りがすごくしっかりしてるので見ていきたいと思います。はいえー、これですね、えー、と東急ハンズっていう、まあ、なんていうんですかね、あのロフトとホームセンターが合体したようなあのお店というか、あれが。 えー、あるんですけどそこで買ってきましたはいえっ、ー、とですねあのー、サファリっていう恐竜博物館とかに置いてある恐竜のフィギュアとかを出してるメーカーがあるんですけどそこが作ってるものすごく小さいえっ、ー、と動物とかのフィギュアがあるんですけどそれでね恐竜のフィギュアがあったんで買ってきましたえっ、ー、とね10年ぐらい前からあるんですけどまああのー せっかく見つけたってことで、あの、買い直したりしました。はい。えー、値段がね、えー、っと、4つ買ったんですけど、だいたいね、121円ぐらいでした。ちょっと値上がりしてるかな。はい。じゃあ、1個ずつ見ていきたいと思います。開くかなこれ。 はい。じゃ、1個目ですね。はい。えー、すごくね、小さいんですが、えー、ベロキラプトルですね。えっ、ー、とね、これはね、サファリの大きめのフィギュアが、普通のね、タイプのフィギュアがあるんですけど、それをね、ものすごく小さく縮小したような感じのフィギュアになってますね。はい。えー、少し前の復元図なので、羽毛とかは生えてないんですが、プロポーションはすごくいいですね。 はい。えっと、基本的にね、あの、目の部分がちょっと黒く点で塗られてて、えっと、成形色はちょっと白っぽい感じですね。それに、あの、この茶色の濃さによってグラデーションがついてる感じです。はい。ちょっと安定して立たせられるかなあ、ちゃんと立たせられますね。こんな感じです。はい。じゃ次ですね。 次が、はい、えー、ティラノサウルスですねこれのね大きいバージョンがねあってそれが結構有名なデザインなんですけどそれがねメルカリとか探しても全然見つからなくてなんか昔はあったんですけどそれがすごく欲しいですねまあなんか多分どっか探せばあると思うんですけどそれかまあ ebay を使うかですねはいなのでこのデザインの T-Rex はものすごく欲しいですね はい、えっとね顔はねティラノサウルスというよりかはちょっとアロサウルスっぽい顔をしてるんですがえっとね手の部分に、えっと、こういう感じで、えっと、2本指がありますねこれがね、えっと、昔あのナショナルジオグラフィックっていうあのアメリカの,なんていうのケーブルテレビみたいなチャンネルがあるんですけどそこがあの出してたなんか恐竜の恐竜とかいろんな動物のえっとなんか エアプランツかななんかその植物のなんか栽培キットみたいなのがあったんですけど、それについてきたりしてましたね。はい。まあ、これはね、10年ぐらい前に買ったことがあります。はい。立たせられるかなはい。こんな感じです。はい。じゃあ、次ですね。あ、これが出てきちゃった。えっ、ー、と、これはね、恐竜じゃないんですけど、 えー、ハチドリですね。これはね、えー、っと、何かっていうと、なんかね、一部商品がね、半額で売られてたんですよね。こんな感じで、値段がね、なんと60円という破格で買えました。これね、なんかすごいね、躍動感があって、すごくリアルですね。これは買えてよかったです。はい。これはさすがに立たせられないんで、なんかスタンドかなんかつけるかなんかしないとですね。はい。 最後ですね。最後が、ステゴサウルスですね。はい、えー。こういう感じになってます。結構小さいですけど、背中の板もものすごく綺麗に並んでて、造形がいいですね。で、さらにね、他の恐竜たちと比べて結構分厚くてがっしりとしてる印象があります。はい。成型色はね、茶色に、またこのベロギラプトと同様に、 このね、グラデーションで、あのー、色の濃さでグラデーションを再現してるような感じですね。はい。こういう感じでしょうか。はい。えー、というわけでね、買ったのがこの4つなんですが、これね、あのー、すごくいいのが3.75インチスケールね、のフィギュアと一緒に並べると、なんかこう、おもちゃのミニチュアをね、おもちゃのミニチュアというか、 おもちゃで遊んでるような感じで遊べるんですよね。ちょっと、えー、それではやってみましょうか。はい、えー。こういう感じでですね、例えば、こう感じでね、よしと、持たせると、こういう感じでなんかこう、おもちゃで遊んでるような感じにできますね。 はい、こういう感じで遊べますはいなんかねあのアメリカのジオラマとかを専門に作られてる方とかのインスタグラムをよく見るんですけどそれでよくこういうのが一緒に遊んだりしてますねなんかこうこれくらいのサイズ比のおもちゃってうんあの何、ー、て言うんですかね日本でも UFO キャッチャーとかであるおもちゃとかあるんですけどそれよりも結構小さいので なんかこういう感じで遊べるのはすごくいいですね。はい。えーっていう感じでしょうか。はい。えー、っとね。というわけで今回は、ちょっと、このフィギュア類をのっけましょうか。えー、東急ハンズさんの方で、えー、っと、恐竜のね、ものすごく小さいミニフィギュアを買ってきました。 えー、ティラノサウルス、ステゴサウルス、えー、ベルキラプトルですね。あともこれはチドリが安かったんで買いました。はい。えーまあね、僕のチャンネルではね、こうやってあの恐竜のフィギュアの、まあ、えーと、新品に限らず中古品のおもちゃとかをね、えー、開封したりしてるので、良、えー、ければチャンネル登録の方よろしくお願いします。はい。あと、今日見たらあの登録者がね、えー、55人になってましたので、 えー、本当にありがとうございます。あのまあそうだなまあ今70人を目標にしてるんですけどまあ100人200人250人500人1000人とねまあ、最終目標は一番最後の目標はねやっぱり1000人ではあるので、えー、まあ恐竜好きな方とかね是非、えー、チャンネル登録の方をよろしくお願いします。はい、えー、というわけでね今回はこういう感じで、えー、恐竜のフィギュアをレビューしていきました。 はい、それではご視聴ありがとうございました。